ハンマケの本家のハンマヨ先生です。親父の毒殺でね、2回目の母が毒殺して、兄弟関係者がグルなんですけども、まあ、もう共犯というか犯人なんですけどね。総理大臣がね、私よりか1歳先輩ですね。がですね、シグナル来ちゃ、犯人2回目の母は、これはもう名誉賞だっていうのを言ってきまして、ね、下にブルテレパシーなんだけども、まあね、まあ、実際、殺害したことはね、大体世間はわかると思うんだけども、総理大臣も自分でね、責任取ったというかね、いるんですよ。というのはね、俺も悪人だよということでね、表明して、ね、来てるわけですね。で、まあ、ちょっと今、シグナル来ました。これ、デモしました。ライブでちょっとね、落ち込んだんで。ちょっとデモで通してんですけれども、シグナルが来ましたけど、デモだね、ちょっと試験でね、どんなもんかなと思ってね、ちょっと年数多いのでね、ちょっとやってみてね、まあ、ちょっとやってます。これはね、左側のパソコンの方は、また別で2つ、これもデモでやってるんですね。どっちがいいかなと、一生はして、2回投資中に一生だけですね。こっち側は、ちょっとね、いろいろいじくったんで、これね、今のはね、デモでも自動売買できないんですよ。途中で止まっちゃうんですね。嫌になっちゃいますよ。じゃないとできないの。これはね、リフレッシュが必要なんですね、今回の家は。それからね、FX の試験がね、うまくいってます。今、プラスになってるかな。FX のライブ投資うまくいってます。これ上がったのね。これね、ポーンと打ってもポーンと打ってもポーンと打ってもちょっと待ってね、こうやって。なんかこういう時はどうなのかなって感じで見たんだけどね。一回折ったのはいいのかなっていう感じだね。あと時間いくつなのか、3分ぐらいあるね。これどういう打ち算すればいいのかな。打って下がったらね、その方向に下がったら打っとくっていうのがいいみたいですね。上がって、難品はダメなんですね。
逆に損していく平均で。お豆ちゃん食った美味しかった黒豆ちゃん、うん、うん、難しいな。このシグナルの方がいいのかね。僕はね、猫のキャットフードって好きなんだよね。あれね、人間が食べたくなっちゃう。栄養のバランスがいいんだよね。ただ肝臓悪くするんだよね。おつまみにキャットフードって結構いいやつね、非常にいいんですよ。料理作る手間が省けて、インスタントじゃダメだし、コーンフレークとかいうのは用意してるけども、栄養が全然ないんだよな。キャットフードの方が栄養があって、ただ肝臓に悪いんだな。あれも作るかな。メリケンコにイワシの粉末、同じぐらいの量で混ぜて揚げときたら結構美味しいんじゃないかな。